はい、こんにちは。今日も CT110 やっていきます。まあ、もうそろそろネタも尽きてくる頃なんですけど、今日はシートですね。はい、こんな感じで新しいシート購入しました。まあ、いわゆるワイドシートとか言われているオーストラリアの流線向けのシートですね。こう幅広になって若干厚みが出るというタイプのシートですね。まあ、なんでこのシートを購入したかというと、やっぱちょっとこのシートだと私にとっては狭いんですよね。まあ、狭いというかちょっとポジションの自由度が少ないっていう感じなんですかね。まあ、最近なんか私あんまりお腹の調子が良くなくてですね、こうかがみすぎちゃうとちょっとこう上ってなっちゃうんですよね。まあ、それで、まあ、若干その姿勢をいい状態にしたいなと思ってシート高のある優勢シートに変えてみようかなと思って購入しました。で、まあ、そんな感じなので今から交換作業をやろうと思います。で、まあ、交換作業自体は簡単なんで、まあ、大した動画じゃないんですけど、まあ、購入するにあたってどのぐらい変わるのかなっていうのは知りたかったんですけど、なかなかそれをデータとして出してくれるところがなくてですね、と思って悩んで、まあ、悩んだ結果、まあ、一応購入したという感じだったんで、まあ、そこら辺の情報をまあ共有できるような動画にしようかなと思ってます。それでは作業の方をやっていきます。はい、では作業の前にですね、まあ、今日はこのカメラの位置を基本的に変えないでやろうと思います。というのも、まあ、どのぐらいこのシートの感じ、足つきの感じとかが変わるのかというのが見られた方がいいと思うので、基本的にこの状態で固定して今日はやろうかなと思います。今の状態で私が乗ってみた感じ、それをちょっとお見せしようかなと思います。ステップまでは見えるから大丈夫かな。ステップまでは見えますね。ちょっと足つき見えるようにした方がいいか。ちょっとだけ今からカメラを動かしますね。こんなもんですかね。ちょっと余計なものまで映らないとうまくフレームに収まらないので、ここら辺ちょっと邪魔ですけどね。まあ、この状態でやっていきましょう。はい、ではまずこの国内仕様の純正シートで、まあ、座るとどんな感じかやってみようと思います。私身長がですね176ぐらいかな、もうちょっとあんのかな、まあでもそんなもんですね。割と身長はまあそこそこの方かなという感じです。もしかしたら178ぐらいあるのかもしれないですね。そんな私がまたがるとこういう感じです。こんな感じですね。まあ、全然ベタ足つきますし、今センタースタンドかけてる状態ですけど、まあ全然余裕ですね。で、足を曲げるとこういう感じの姿勢ですね。はい、こんな感じでした。ではシート交換してみましょう。まあその前に軽く寸法なんかも測ろうかなと思います。はい、では取り外しやりましょう。まあ難しくないですからね。はい、これで取り外し終了です。まあ、ボルト2本外せば終わりなので、まあ、作業に関してはいろいろ紹介する必要もないでしょう。はい、そしてこれが今回購入した優勢シートですね。こんな感じですね。若干こう脂肪加工っぽくなってますね。あ、そして結構ソフトですね。ではちょっと比較しましょう。私のちょっと切れちゃったんですよね。ここ分かりますかね。画像じゃ分かんないかな。まあ軽く補修したんですけど、ちょっと切れちゃいました。まあ比べるとこういう感じですね。画像だとちょっと分からないかもしれないんですが、まあ横から見るとこんな感じです。こんな感じですね。まあこの状態は結構分かりやすいですね。なかなか分かりやすいショットがないな。こう比べると分かりますかね。やっぱ若干ですけど、こうするか。これ上が
優勢シートなんですけど、やっぱり横に幅が広いですね。ただ高さはあんまり大きく違うようには見えないですね。こんな感じで違います。まあ後ろの幅が若干広い。あと私はこれ知りませんでしたけど、ここ爪の感じ変わってますね。ここ刺さないんですね、このタイプの爪は。あ、ただここの爪は昔のものと同じようですね。ここら辺が変わったんだな。ちょっと重さももしかしたら軽くなってるかもしれないですね、こっちのワイドシートの方が。まあせっかくですからね、測りで測ってみましょう。こういう機械じゃないと私もやらないですからね。まずこっちのシート、こんな感じです。 1.615 ですね。まあこれ結構嘘つくんで、まあ大体だと思った方がいいですね。続いてこっち、はい、こっちは1.580。 あれ、ほとんど変わんないな。やっぱりこっちは 1.6 ぐらいなんで、まあやっぱり2回測ってみましたけどほとんど変わんないですね。まああとついでなんで、まあ、ここの幅、まあ全く同じように測れるかっていうと微妙なんですけど、一応測っておきましょう。こういう風にしようかな。まあちょっとこう一番最大広いところで、このパイピング感ぐらいで測ると、こっちだと37センチぐらい、パイピングまで入っちゃってますからね、ここまでね、37センチぐらいですね。まあ座面だけで言うと32ぐらいかな、一番広いところで。こっちだとやっぱり座面だけで言うと28とか28.5 とか29とかそんなもんですね。でパイピングのところまで入れても、まあ31とかそんなもんですね。でやっぱりここのえぐれ方がやっぱり全然違いますね。では高さも一応測っとこうか。この高さだいたい8センチぐらいかな。でこっちの優勢、あ、10センチぐらいはある感じのイメージですね。うん。やっぱり若干こっちの方が高いんですね。2センチぐらいは高いのかも。では一通り見たのでつけてみましょう。よかった。ゴムもつきますね。よし。はい、これでつきました。はい、ではつきましたので、どんな感じに違いがあるのか見てみましょう。まず車体オンリーでこんな感じですね。まあ、これやっぱ動画でちょっと比べてみましょうね、どんな感じで変わったか。ではまたがった感じどうでしょうね。あ、やっぱ結構違いますね。変わったな。まあ私の場合全然これでもベタ足ですけど、あ、確かにここのちょうど内ももあたり随分こう変わりますね、こう当たる感じが。あ、なるほど。結構後ろにも乗れる感じですね。逆にこう前に乗ると気持ち悪いかな。後ろに乗る分には良さそうですね。座り心地はちょっと柔らかいのかな。別に私はノーマルもそんなに悪くなかったんで、特段こういろいろ感じるっていうことではないですね。まあ、若干膝の曲がりが変わったのか、そこら辺どうなのか、まあ見てみようと思います。はい、とりあえずこんな感じでしたね。
はい、そんなわけで今回はこのシートの交換やってみました。まあ本当に簡単な動画でしたけどね。まあ違いは確実にありましたけど、なんか世間の評判ほどこう私はこれがすごくいいとまでは言わないですね。悪くはないです。ただやっぱりルックスだけで言うとやっぱり元の方が好きかな。まあちょっと破れがあったりするんで、まあこの後自分で表皮作って張り替えなんかやってみようかななんて思ってるんですけど、どうですかね。まあ結構やっぱりこういうの感じ方人それぞれなんで好み分かれるところかなと思います。まあとりあえずまあこれはこれで悪くないので、まあ当面これでいってみようかなと思ってます。はい、そんなわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。